足立君。日本維新の会の足立康でございます。ですね、今日大臣におそらくご質問しませんので、気楽にというか、別に外していただいても、ただ今日那須野部長にですね、大変私としては大変重要だと、新型コロナにかかる重要な話だと私が考えていますことを、ちょっと議論させていただきますんで、聞いていただいても結構だし、事後ね、那須野部長とまたご議論いただきたい、こう思います。まず今日は法案の審議ですが、法案の質問をいくつか通告をしてまいりましたが、ほぼ前の委員の方が質問を終わられましたので、割愛をして、新型コロナに集中をさせていただきます。西山局長もですね、もう大丈夫ですから、自由にしていただければと思います。担当法案ですからね、あれですけど。今、報道をにぎわしている一つのニュースがですね、野党筆頭、別の委員会ですが、野党筆頭が、非常にの不祥事が取り沙汰されて、離党届を出されたと、こう報道されています。別にですね、歌舞伎町行くのはいいと思うんですよね。しかし、タイミング、今、これだけ国民の皆様に、自粛を、また休業をお願いしているときに、自らその感染の可能性の高い場所に行くというのはですね、まず、市民としてもありえないし、国会議員にもとる行為だと思いますから、それは非難はされると思います。ただ私たちはですね、もう一つやっぱり違和感を持っていることはね、その前に、実はその野党筆頭の方は、私、もう一つの委員会でご一緒しています。総務委員会ですけどね、一緒にずっとやってるんで、その方の質疑はずっと聞いてます。で、その方が総務委員会で何を言ってたかっていうとね、安倍総理をずっと批判してきたわけです。で、安倍総理の何を批判してきたかっていうと、人と飯を食ってることを批判してきたわけです。いや、いろいろ僕は安倍政権、今問題あると思いますよ、このコロナ対策、課題あると思う、だから野党として提言も3度提言を出し、今週中にも4回目の緊急提言を政府に出しますが、飯を食うなと言いながら、歌舞伎町に行くというのはね、やっぱりそれは言ってることとやってることが違うということで、私は批判するわけです。何？大丈夫？なぜ私たちが言ってることとやってることっていう話をするかというと、身を切る改革ですよ。立憲から共産まで身を切る改革と言ってるけど、自民党から共産まで身を切る改革と言ってるけど、言ったことをやってないのは維新以外の野党だけです。自民党と公明党は、公明党ちょっと微妙なところあったけどね、この間の選挙で。だけど、おおむねですね、自民党さんと公明党さんは言ったことはやってます。自民党なんかはっきりしてます。絶対やらないと言ったことは絶対やらないからね。だけども、維新以外の野党がここに来て、やはり国民の支持を失いつつあるのは、私は理由はあると思うんですよ。言ってることをやらないからですよ。だから身を切る改革、与党と野党で今、私たち維新の会が今まで、10年にわたってやり続けてきた身を切る改革、給与の歳費の2割カットを、すべての国会議員政党に私たちは賛同いただきたい、共に国難を乗り越えていきたい、こう思っています。で、与党と野党で、なんか与党筆頭と野党筆頭でやってるようでありますが、自公がおそらく提案されてるんですよね。ね、10万円の話も、公明党、やっぱりね、公明党代表がおっしゃってくださるから、総理も動くわけで、本当は私も地元で公明党と連携したいんですけどね、全然していただけないですけど、話飛びましたが、言ったことをやる、やらないなら言わない、こういうね、国民の皆様の不信の信なくば立たずですよ、信用していただける政治を作りたいと思って、私も
初当選から7年やってきましたよ。でそれをね、野党の皆さんに本当のことを言うと懲罰動議が6回出たんですけどね。でも言ったことをやりましょう。で今回は身を切る改革、与党と野党で今議論して、どうも野党、与党が提案されて、それを野党が、まあ、揉めてるそうですけど嫌だと言って、でも野党もなんとか国対委員長会談でまとまりつつあるようですから、それやりましょうよ。先の参院の六増に伴う身を切る改革は結局与党と維新以外の野党はやってません。でも今回はやりましょう。それだけはね、申し、あ、なんか失礼なかったですね、公明党の皆さんね。本当は地元で一緒にやりたいんですけどね、なかなかうまくいってません、はい。さて、そういうことで、ありますが、まあ、先ほど申し上げたように、法案はちょっと割愛をさせていただいて、賛成ですから、局長、大賛成ですからね、経済産業省の幾多の法案の中で、やっぱり今回の西山局長が策定されたこの2本の法案はですね、やっぱりこの時代の変化に即した大変重要な分野でありますので、大賛成でありまして、ますますこの分野ですね、競争政策のみならず、安全保障政策の観点からもですね、強化をしていくべき分野であると、僭越ながらエールを送らせていただきたいと思います。今日は那須信長にお越しをいただいています、毎度経済産業委員会でご答弁をいただいてて恐縮です。今、国民の皆様が注目している施策が2つあります。1つは先ほど出た山口代表が、ね、10万円早く、1人10万円を国民に届けるべきだとおっしゃっていただいた、これ、本当大事だと思います。先生方、公明党の先生方ね、一人で行きましょうね、一人で、世帯じゃなくて、ね、世帯10万円だとね、やっぱり苦しいですよ、やっぱり一人10万円なら、足元、一息つくことができると思います、迅速に一人10万円、橋本家なんかね、お子様が7人だから、ね、90万円、あんまりそういうことを言うと後で怒られるからちょっとやめときますが、やっぱりお子様のいらっしゃるところいろいろあります。だからやっぱり世帯ではなくて一人10万円を迅速にということはいうことで、一息ついていただく、これは大事だと思います。ただ加えて、私がこの委員会でも那須信長と討論させていただいて、所管外でありますが大事だと思っているのは生活資金です。今日これから事業資金の話やります。でも先の経済産業委員会で那須信長 のご答弁もお借りしながら私が訴えたことは生活資金です。貸金業者を 利用してでもいいから、事業資金だけじゃなくて生活資金の分野で政府 100% 保証の融通、資金融通をしていかないと、今回の新型コロナの長期戦をですね、国民の皆様に踏ん張っていただく、協力をしていただくことはできないということで、これは今週中にも出します、先ほど申し上げた第4弾、維新の提言第4弾の柱の一つとしてですね、この生活資金にかかる信用保証制度、信用保険、これをですね、提案をしてまいりたいと思います。そしてもう一つ、国民の皆様が注目をしているのが、いわゆる持続化給付金であります。これも大変ありがたい制度であります。ちょっとこの制度の狙いをご紹介いただきたいと思います。中小企業庁那須の事業環境部長。お答え申し上げます。これまで の類似の対策パッケージにおきまして、政府系金融機関による実質無利子かつ元本返済が最大5年間不要の融資であるとか、雇用調整助成金、国税、地方税、社会保険料、公共料金などの延納により、中小企業の事業継続を支援してまいりました。しかしながら、先行きが不透明な中で、返済を伴う借り入れを躊躇する声とかですね、あるいは家賃などの支払いが負担となる事業者がいらっしゃるということも承知しております。
こういった点を踏まえまして、今回、売上高が半減する事業者に対して、使途の制限なく、中小小規模法人に上限200万円、個人事業主に100万円ということで、現金給付を行うというふうにしたものでございます。で、この使途でございますけれども、今回、限定は設けておりません。しかしながら、人件費というのは先ほど申し上げたとおり、雇用調整助成金で補填されることになっております。それから、売上が立たないということであれば、当然仕入れもないわけです。それから、原価償却費、これはまあローンの返済に回るわけですけれども、借金の返済は繰り延べが可能になっております。光熱費、これは延納が可能でございます。まあ、そうすると、まあ、残りは家賃などのまあ固定費ということでございまして、まあ、使途に制限はないんですけど、まあ、これが入りますれば、多くの方が家賃などの固定費に充当するということは予想されております。以上、足立康史君。ありがとうございます。今聞いていただいたように、私はね、まあ、一部野党の皆さんはね、安倍政権のことを、安倍総理を取り上げて、なんかアベノマスクとかね、ひどい誹謗中傷をネットとかでもしてます。私も今回の安倍政権のハンドリングは、課題があると思っているので、よたびの、提言を申し上げてまいりますが、梶山経産大臣はじめ、この経産省の皆様がですね、まあ、私は那須部長ご同期なんで、いろいろ教えて、あんまり接触はしてない、してるって言ったら怒られますから、たまに電話して嫌がられてるんですが、本当によくやっていただいてると思う。だから、中小企業、その事業資金はですね、本当にこれまで築かれた経営資産が、この新型コロナで崩壊をして、V 字回復のときに、その経営資産、資源が、経営資産が散逸をしている、潰れている、なくなっている、そういうことがないように、万全を期していただきたいと思います。その点で、いくつかご提案があります。一つは、今日のニュースかな、まずこの持続化給付金の支払うですね、これももちろん受付はまだ始まってませんが、補正予算を速やかに成立させて、その後、まあ1週間程度で受付を開始し、申請後2週間程度でなんとか給付するべく急いでいると、まあ、こういう Q&A がホームページにも出てますので、頑張っていただきたいんですが、窓口、まあ、加えて電子申請を用いるという話もあります。いや、非常にいいことで、これからはもう窓口に並ぶ時代ではありません。電子申請でやっていただきたいと思いますが、そうであればなおさらね、今日ニュースでこのあるクラウド会計ソフトの業者さんがですね、予測機能の提供開始ということで、要はこの中小企業庁の持続化給付金、自分たちの経営情報を入れるとですね、給付金を受けられるのかどうか即座に返事してくれると。いう機能を追加しますというアピールをされて、日経新聞にも出てました。せっかくだから、こういうどうせ電子申請するんだから、ちょっとまあ、詳細な情報は事業者の方も中小企業庁に出したくないかもしれませんので、自己診断ができるね、ちょっとした機能なんかを、そのホームページなんかでご用意いただくと、ますます新しい時代の、経済産業政策、中小企業政策というのが実現すると思うんで、これは急にもちょっとこれ通告なしです。通告はありませんが、ちょっと今日新聞で見たんで、那須部長、検討ぐらいちょっといただけないでしょうか。那須の事業環境部長。お答え申し上げます。今回の、持続化給付金でございますけれども、給付金をできるだけ早く事業所の方にお届けするということを目指しております。そういう観点から、委員ご指摘のように、電子申請ということを基本にしたいと思います。で、そのときにクラウド会計システムをご利用の方であってですね、そのシステムの中で、売上半減をですね、まあ、示せるというような方があればですね、まあ、それをそのまま申請につなぐことができれば、確かに便利でありますので、まあ、何ができるか考えたいと思っております。また一方で
スタートをですね、できるだけ早くするということもまた重要でございますので、システムをいろいろ作り始めるとですね、時間がかかっちゃってですね、スタートが遅くなっちゃう、これをまた避けなければならないことでございますので、そういうところも踏まえながら考えていきたいと思っております。足立康君。ありがとうございます。緊急事態ですから、私は金がね、この IT 周りというかね、クラウド周りはですね、総務委員でもありますので、ミスターマイナンバーと最近は揶揄されるんですが、マイナンバーがあれば10万円の話もですね、もっと迅速にできるわけだから、やっぱりその時に今からマイナンバーうんぬんというのはできません。だから総務委員会でよく言ってるのは、やっぱり平時が大事でしょと、平時から大事なことは大事だということでやってなかったから、今、そのマイナンバーは不評を買ってるわけ、というか関係者はですね、悔しがってるわけでありまして、ぜひ平時からですね、改めてそういう目で、精査をいただければ幸いで、ございます。もう一つ、この、持続化給付金ですね、いくつか課題ありますが、課題というかちょっと気づきの点はあるんですが、一つちょっとこれ細かいといえば細かいですが、創業者の話、もちろんですね、経済産業省、中小企業庁、那須野部長のところでやっていただいているものを拝見すると、さすがに昨年同月比だけではかわいそうだという議論があって、一昨年はまだ立ち上がってなかったけど、昨年末ぐらいから立ち上がっている方は、それでもいいよということで、ぐっと足元までは、助ける努力を、助けるというかね、助けるって僭越だけど、施策がちゃんと、困っている方に、リーチできるように工夫をいただいているのは分かりますが、そもそも売上が一回も立ってないけど、いや極端な話ですよ、でもこの4月から開業に向けて準備万端の人たちもいるんですね。どうやってその方々をに手を差し伸べるかは確かに難しいんだけど、じゃあほっといていいのかというと、私はかわいそうだと思うんですね。単に新型コロナにぶち当たっただけなんだから、何かご検討いただけないですか。那須野事業環境部長。お答え申し上げます。ご指摘のとおり、昨年の、いずれかの月の売上が立てばですね、月平均の数値をもって、前年同月比ということで、見なしてですね、判断することができると思うんですけれども、さすがにその昨年のものがないとですね、こういった前年比で、50% 売上減ったということの証明は難しいというふうに思っております。そうはさりながら、創業間もない事業者さんについては、一般的にですね、どんな経営環境にもかかわらず、新たに顧客を獲得して、売上を上げるという、販売促進活動が必ず発生するわけでございます。そうすると、その既存の仕組みではございますけれども、販路開拓を支援する持続化補助金というのはございまして、これは持続化給付金と名前は似ているんですけど、違うものでございまして、通常時は上限50万円なんですけれども、今回、その産業競争力強化法に基づくその支援を受けた場合については、その2倍に当たる最大100万円までを補助するということは可能でございます。こうした仕組みでですね、個別具体的な事案に即して、その事案に対応してまいりたいと考えております。以上、足立康君。ありがとうございます。中小企業庁は前田長官の多分あれだと思いますが、ご指導だと思いますが、分かりやすいパンフレットを逐次リバイズをして、ネットにも上げていただいているので、私もよく拝見をしています。でそこにも今那須部長からあった、補助金、似て非なるというか全く違う趣旨から出てきている、違う枠組みの補助金でありますが、それも使えるぞということで、これも周知をしていきたいと思いますが、ただ、那須部長ね、今おっしゃったように、使途が一応はっきりしてますね、それは。給付金と補助金の違いの最たるものは、やっぱりそこの狙いが、
やっぱり新型コロナ対応で出てきた給付金は、持続化給付金は、使途はだから、まあ、いいよとなってるわけです。それはこの中で、この現下の情勢の中で、私は、ありがたい、まあ、当然だけども、それはありがたい、そう思ってますよ。しかし今、那須部長がご紹介くださった持続化補助金の方は、販路開拓です。じゃあ、今、補助金をいただいて、2倍はありがたいけど、その補助金をいただいて、今、販路開拓できるかといったら、だって、するなと言われてるんだから、今。しないでくれと、休業してくれと言われてるんだから。だから、那須部長、これもね、もう検討だけしていただけたら、検討だけじゃダメだ、検討した上で、ぜひ、施策に反映していきたいということでご提案したいんだけど、おっしゃるように、まだ売上が立ってない方をすべて救うというのは、私もアイデアが思いつきません。10万円配るのを100万円配ったらいいぐらいの話しか言えないんで、それはもうちょっと言いませんが、例えばですね、私の知り合いで、あるこう事業、まあ、飲食系あるいは宿泊系の事業なんですけど、立ち上げてこの4月から開業するということで、すべての許可を取っている方がいらっしゃいます。いろいろありますね。 旅館業とか、あるいはその何調理のそういうのとか、まあ、いろいろ許可、要は経済産業省はもう許可はいろいろ傍観ぐらいで失ってますが、厚生労働省、国土交通省には山と許可があるわけです。で、彼らは検査官たちがもうとにかくいろいろ見てですね、ちゃんといろんな設備が整っているか全部見て許可出しているわけです。せめて国の役所がゴーサインを出しているところまでいろんなものがたどり着いた創業者、この方はですね、経済産業省が創業頑張れ、創業支援するから頑張れと言って、その経産省のその旗振りの中で、そうだと、日本の未来のために新規事業をやろうということで、チャレンジをしてくださった方が、立ち上がる前にくじかれてるわけです。でも、今申し上げたように、関係省庁のチェックの下で、事業が開始する準備は万端なんですね。それぐらいの人は、私は中小企業庁の経済産業省に力を持ってすればですね、判断できると思うんですよ。ご検討だけでもお願いできますか。ご検討だけじゃないや、検討いただけないですか。那須の事業環境部長。まあ、検討だけというわけではなくてですね、何ができるか検討していきたいと思っております。以上、足立康君。ありがとうございます。やっぱり持つべきは同期ですね。ありがたいと思います。さて、今日はもう那須部長は気楽にしていただいたら結構ですが、国土交通省から中原審議官を移動いただいています。隊員会で恐縮でございます。今、那須部長のご答弁を聞いていただいて、社会説法ですが、今回の持続化給付金は、まさに今週から始まった休業要請に対応できるようになっているわけです。むしろ対応した、まさに休業要請するときに、東京都はいいですよ。東京都お金持ちだから。だから、このね、持続化助成金、まあ、あまりでも東京のことあんまり言うとね、今、目黒の選挙始まってるんで、ちょっとやめときますが、今あったように、この持続化給付金の主たる狙いは家賃なんです。家賃。今、休業要請で本当に困ってる。その時に、那須部長おっしゃったように、雇調金、税の、その猶予、いろんなものが手当てされているが、唯一残っているのは家賃ですよ。もちろん、局長、新官ね、全部もう勉強してきてますから、今までこういうことをやったというのはもう結構です。僕は議論がしたいんで、事務所で聞けることはもう聞いてきてます。すでに3月11日、4月9日に、不動産関係団体に通知を出されています。で、その中で例えばこれ、金融庁がそもそも返済猶予等の条件変更を迅速かつ柔軟にしろという通知をですね、金融庁がもう出してくれてますね。じゃあ大事なことはそのオーナーですね、家主さん、
家主さん、オーナーさんに金を貸している民間金融機関は、その返済の猶予等の条件変更、どれぐらいしてるか、現場のこと、今、足元で何が起こってるか。だって新幹線ね、東京も大阪も休業、法律に基づく、国法に基づく休業要請がもう始まってるんですよ。もう今始まってるんです。将来やるんじゃないです。今始まってるんです。現場のことご存知ですか。国土交通省中原大臣官房建設流通政策審議官。お答え申し上げます。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、ビル賃貸事業者の中には、飲食店等をはじめとする入居するテナント事業者から賃料の支払い猶予、減免の要請を受けているところも数多くあるものと承知しております。国土交通省としても、さまざまな機会を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響による賃料の支払い猶予、減免の状況について把握に努めており、事前にテナント側に賃料減額を提案し、協議済みになったところとか、飲食店等から賃料の減免要請を受けて対応を検討中のところ、あるいは店舗テナントの売上減少に伴って、賃貸条件の緩和要請を受けて、一定期間、賃料支払いを猶予する予定であるところ、あるいは逆にですね、賃料減免要請を受けているけれども、交渉が進展せずに苦慮しているところなど、さまざまな意見を把握しているところでございます。また今後の見通しを憂慮する声も数多く上がっている状況と承知しているところでございます。今後も随時事業者へのヒアリングなどを通じて、実態把握に努めてまいりたいと考えております。以上。足立康君。これはね、もうまさに、国土交通省の、これは何局になるのかな、国交省がちょっと頑張ってもらわないとね、ここは。うちはあのオーナーしか知りませんとかね、そう縦割りのしょうもないこと言わずに、ね、私が建設残土をお願いしたときも、国交省が、一肌脱いでくださいました。やっぱり最後は頼りになるのは国交省ですよ。だからぜひ、この賃料の問題、やってほしいと思うんです。よくあるのは、まさに4月9日に不動産業課長さんの通知が出てまして、まあ、金融庁もちゃんと条件変更するからという通知が出てますが、本当に金融機関が全部やってくれるんだったらね、本当にやってくれるんだったら、それで一息つくかもしれませんよ。でもそれも、まあ、要請ベースです。本当にやるんだったら、中小企業、金融円滑化法をやったようなモラトリアム法案を金融庁が出すべきですよ。でも通知1個ですよ。そんなことで経済が止まりますか。いや止まりますって配慮しきりますか。みんな生きるために一生懸命なんです。だから私はやっぱりモラトリアム法案、でもどこでモラトリアムするか、一部にね、家賃の支払いを猶予してあげるよとか言ってる一部野党の議員もいますが、猶予したら困るのはオーナーですよ。だからサプライチェーンの中でどうやってそれを救っていくかって、大変そんな片手通知1個でできるような事態じゃないんです、新型コロナは。だから国交省を呼んでるんです。私たちは今、維新の会松井代表と、そして国民民主党玉木代表が直接といってもツイッター上でコミュニケーションを取りまして、昨日私、玉木代表と代表の名代としてお会いをして、野党で連携して、この家賃モラトリアム法案を出そうと、補正予算と一緒に仕上げようということで、今、立法作業を急いでます。大臣も今聞いていただいて、あるいは審議官も今聞いていただいて、私の問題意識は一定ご理解いただけると思います。これ、まあ、なるようになるようじゃなくて、これ、なるようになりません。だからぜひ野党が補正予算、与党の補正予算は私賛成かどうか決めたかな、私は賛成です。法案も賛成です。でもね、やっぱり漏れがあるんです。そこは私たち暇な野党が作業しますから、だからぜひ政府与党野党緊急立法協議をしてですね、国民のお困りの国民の皆様にしっかり手を
支援を届けていくことをですね、まあ、お誓いしまたお願いし、質問をとさせていただきます。ありがとうございます。次回は来る17日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。